こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ダリアズドリーマー、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。イージーシスティーナ前に行きそうです。進行ラブリー、それに続いています。さらにはザジュディ、2番グリーンブリッジ、その後ろサニーキャスト、後方から。それでは先頭から先手を取ったのはダリアズドリーマー、内からはイージーシスティーナ、好位置をキープしています。進行ラブリー並んで8番ザジュディ、その後ろからはジェイコ・カルメン、その隣にスマートアスター。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。イージーシスティーナ先手を取りました。すぐ後ろにダリアズドリーマー、さらにはザジュディ、進行ラブリー、好位をキープ。これに続いてジェイコ・カルメン、その隣にスマートアスター、その横にクリアロジック、内からはバイト・デンジャラス、その後ろからはグリーンブリッジ、並んで6番ピクシー・ジュピター、デディ・アイス、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ7番イージー・システィーナ、ダリアズ・ドリーマー、ほとんど差がありません。3番手に進行ラブリー、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は進行ラブリー、あと 200m、 先頭は進行ラブリー、イージーシスティーナ必死に追います。2番手はイージーシスティーナ、進行ラブリー、この馬で決まりか。進行ラブリー1着、進行ラブリー完勝、進行ラブリー1着、2着はイージーシスティーナ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。進行ラブリー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。サードフィールド前に行きそうです。グラウンシュペリーヌ、それに続いています。さらにはブランドキッド、15番ウマーニ、その後ろタートルアイランド、後ろからになりそうです。それでは先頭から先手を取ったのはサードフィールド、内からはグラウンシュペリーヌ、ザッツザカレント、そのうちに続いています。内からはハートレイク、オータムスコープ、そのうちに続いています。内からはカルドネベ、並んで6番グリーンテューン、ナッツジョイ、この馬もこのグループ。ブレイクチーフ、そのうちに続いています。その外にグラウンネイティブ、ファーストトランプ、そのうちに続いています。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。前に戻りましょう。ここでブランドキッド先頭に変わりました。ザッツザカレント、ほとんど差がありません。3番手にビコーペガサス、絶好の手応え。ビコーペガサスいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はビコーペガサス、あと 200m、 一気に後続がやってきた。一気に捉えるか、グリーンテューン、ビコーペガサス、厳しいか。タートルアイランド、タートルアイランド、タートルアイランド、1着、2着は微妙です。勝ったのはタートルアイランド、見事な勝利です。
さあ、いよいよ直線の攻防。先頭変わって東海メール、東海メール先頭、残り 200m、 先頭は東海へ行こう。残り 100m、 東海へ行こう。先頭カリスマ投手追いすがります。東海へ行こう、東海へ行こう。1着、2着にはどうやらカリスマ投手、見事に勝ちました。東海エイコーン、カリスマ投手2着止まり。しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はリバーガール、リバーガール先頭、2番手は星野鈴鹿、あと 200m、 リバーガール先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。星野鈴鹿抜けた。2番手はリバーガール、星野鈴鹿1着、星野鈴鹿完勝。星野鈴鹿1着、2着はリバーガール、これは桁外れの強さだ。星野鈴鹿馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース。実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアドマイヤーライブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、アドマイヤーライブ。これは好スタート、ノーフライヤー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくノーフライヤー行きました。続いて前へ行くのはオータムリーガル、さらには桜栄光王、18番アドマイヤーライブ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはオータムリーガル、黒の帽子、桜栄光王、その後ろ。すぐ隣にステイハピネス、すぐ後ろにアドマイヤーライブ、白の帽子、成田エンペラー、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気の成田ブライアン最高峰です。55Z 前走に続いてここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から見ていきましょう。オータムリーガル先手を取りました。その横に桜栄光王、 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、白馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはオータムリーガル、桜栄光王、この馬もこのグループ。すぐ隣にステイハピネス、その横に成田エンペラー、その外から第二席と、その隣にアドマイヤーライブ、ナイキメロディ、そのうちに続いています。大ケーキを通過していきます。さあ先頭は依然として1番オータムリーガル、桜栄光王、ほとんど差がありません。ステイハピネス、3番手成田ブライアン、この位置から届くのかどうか。府中の直線 526m、 ここからが勝負。オータムリーガル先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。2番手は桜栄光王、先頭を捉えるか。残り 200m、 オータムリーガル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。
成田ブライアン、さらに突き放します。2番手はゴーゴー Z、 成田ブライアン1着、成田ブライアン完勝、成田ブライアン1着、2着はゴーゴー Z、 成田ブライアン2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ、夢の3冠まであと一歩に迫りました。